はいどうも、リュウシです。今回から久しぶりにペナントの新シリーズをやっていきたいと思います。新作のねパワープロ2024-2025の発売が決まったということで、それまでにねもう一度ペナントを楽しんでいきたいかなと思っています。今回の縛りプレイですけれども、タイトルにもあるようにスカウトの調査力 C 縛りで日本一を目指すペナントとなっております。まあ、以前もね同じようなのをやっていたんですけれども、さらにね縛りをきつくしていきたいかなという感じで、縛り内容はこちらになっています。まず1つ目、スカウトの調査力は国内外ともに C ランクしか使用できません。2つ目に、ドラフトでは何人でも指名可能となっています。3つ目、助っ人外国人は1年に1人、シーズン開幕前に獲得可能です。4つ目、1年目のみ自由契約選手を獲得可能にしています。5つ目、トレード FA、海外復帰選手の獲得引き止めは NG にします。6つ目、ポスティングは必ず承諾となっています。7つ目、海外留学はインフレを避けるためにコンピューターとともに不可とします。8つ目、チームは架空の弱小チームを使用しています。以上がね縛り内容となっています。使用するチームですけれども、まあ、こんな感じでね、弱小選手、がいるチームとなっております。これでね先ほど言っていた自由契約選手についてなんですけれども、まあ、1年目2年目とかねピッチャーが足りなくて、まあ、疲労が溜まって全然試合にならないよっていうことが起こると思いますので、1年目のみはね、自由契約選手で頭数を揃えようという感じになっています。それではね、1年目はスキップしていきたいと思います。さて1年目終了しまして、まあ、案の定ね7位ということで1勝もできずに終了しました。まあ、ここからが本番ですからね、まずはドラフトで、選手獲得していきたいと思います。まあ欲しいのはね、まあ、上位ではねなるべく即戦力の野手が欲しいかなと思ってます。まあ、個人的には野手育成苦手なので、まあ、即戦力獲得していきたいということで、まずはねちょっと軽く見ていきますか。まずピッチャーですね、いきなり横松くん結構優秀なんですけれども、調査力が低いうちは、変化量があまり参考にならないので、まあ、この辺はね参考値として見ていきたいかなと思ってます。ピッチャーはね、なるべく高卒を下位で獲得するのがいいのかなと。158キロでチーム行く、走力も速い、なかなか面白いですね。まあ、3球種、まあ、球種量はね関係ないので、3球種持ってるピッチャーっていうのは割と優秀、高卒ですし島津くんいいですね。やっぱね最初は変化球が3つある選手をなるべくやっていきたい。鶴岡くんもいいですね。あとは杉野くん、まあ、こういうのもね変化量低いですけれども、悪くない。高卒が優秀ですね今年のピッチャー。あ、おぬきくん大学生いいですね。まあ、中継ぎですか、まあ、先発が最初は欲しいかなと思いますが、岡安くんも3球種、結構3球種が、多いかなというイメージですね。ピッチャー優秀だな。立川くんも悪くないですね。抑えか。水沢くん、こちらも悪くないですけど優先順位は低いかな。ピッチャー結構優秀でしたね今年。野手見ていきたいと思います。野手はねミートパワーが高めの選手を、まあ、キャッチャーとか獲得していきたいですね。あ、ミセくん優秀だな結構、まあ、社会人と山木くんも悪くないですね。お、いいですね。ジョーくん、ジョーでいいのかな、白くん両打ちの面白いキャッチャーですね。あとは早く中軸を担える選手、山部くんセカンド、こういうのちょっと好きなんですよね。ミート低くてパワーだけある。お、川崎くんいいね。ミート高めで肩も強い、特殊能力が微妙かな。お、二見くんまた両打ちですね。怪物の選手はなるべく取っていきたいんですが、サードか、サードって結構いるんだよな。あとは高卒で優秀なのがいれば、雑学院最学なんていうのか分かんないですけど、高卒でこれは優秀だな。結構パワーがあるのがいいです、悩みどころですね。野手もそこそこいた、キャッチャーは早めに取っておきたいですね。あとは、センターラインのセカンドショート、あと外野1人ねぐらい欲しいんですが、ちょっとドラフト1位考えていきたいと思います。
ドラフト1位はちょっと二見くんいきたいと思います。新潟の怪物ということで、まあ、センターラインじゃないんですけれども、怪物って結構やっぱ優秀な選手が多いんでね、これでね広角打法とか持ってたらめちゃくちゃ優秀なんですが、こちら二見くんいきたいと思います。ピッチャーにね指名が集中してくれれば単独いけそうなんですけれども、二見くん単独ですね。あ、やっぱジョー君結構人気だな。あとは、ピッチャーの鎌倉くんが4球だと。ドラフト2位は高卒外野手の才賀くん、なんて読むか分かりませんが、こちらを指名していきたいかなと思います。高卒野手で多分一番優秀な能力となっていて、まあ関東ビッグ3ですけれども、ちょっと高卒、野手を早めに取っておきたいかなと思いますので、こちらを2位でいきたいと思います。ドラフト3位で高卒の、谷藤くんですね。サイドスロー、こちらを指名したいと思います。先発で150キロ超えていて、サイドスロー変則ということで、ちょっと面白い能力になってます。特殊能力もね悪くないですので、こちらを、3位でいきたいと思います。ドラフト4位で高卒ナンバーワンショートの猿田くん指名したいと思います。最低限の守備力があって、打撃はまだまだなんですけれども、覚醒する可能性がありますので、こちらを4位でいきたいと思います。ドラフト5位で吉崎くんですね。高卒のファースト、こちらを指名したいと思います。まあ、ミートがね D あるんで、結構優秀ですね。まあ走力肩は弱いですけれども、ファーストなんでね、まあミート守備があればなんとかなるかなと思いますんで、吉崎くんいきたいと思います。ドラフト6位で、高卒のリリーフ水沢くんですね。こちらを指名したいと思います。まあ3球種あるんでね、それだけ結構優秀かなということで、いきたいと思います。ドラフト7位で高卒のリリーフですね、住吉くん指名したいと思います。特殊能力がね結構優秀で、変化球ストレートともにね分かりませんが優秀そうなので、住吉くんいきたいと思います。ドラフト8位で高卒の、抑えですね、犬伏くん指名したいと思います。まあ、抑えしかできないんで1年目からね守護神で頑張ってもらいたいかなという感じでいきたいと思います。ドラフト9位で社会人先発ピッチャー学野くん指名したいと思います。まあ、変化球ねあと1球種覚えて、まあ、ツーシームと合わせて3球種という感じで、いいピッチャーになるかなと思いますので、いきたいと思います。ドラフト10位で、まあ、高卒ショートの江本くん指名したいと思います。ちょっとね、ポジション被ってしまうんですが、結構ね、基礎能力優秀なので、こちらを指名して終わりにしたいと思います。1年目ですので、自由契約選手を獲得していきたいかなと思います。まあ、野手はね、セカンドキャッピッチャー外野が足りないのかな、ピッチャーはね全然足りないので、なるべくピッチャー獲得していきたいかなと思うんですけれども、ちょっとお金使いすぎちゃって全然ないので、その辺、バランス見て獲得していきたいと思います。まあ、一応こんな感じで15人獲得しました。ちょっと先発がねあんまりいないんですけれども、まあ、これでね1年目を乗り切りたいかなと思います。さて1年目助っ人ですね、こちら先発を探してきてもらいました。なんかね誰か一人獲得していきたいかなと思います。名前的に、ギブソンサウスポーですね。159キロピッチャー、こちらをね、獲得していきたいと思います。というわけでいよいよ開幕しました。1年目、まあ、2年目ですけれども、まあ、どのぐらい勝てるか分かりませんが、とりあえずオールスターぐらいまで飛ばして、能力確定するのを見ていきたいかなと思います。さてルーキーのね能力が確定しましたので確認していきたいと思います。まずドラフト1位から順番に見ていきますか。二見くんですね、怪物ですが、広角打法を持っていました。これはね大当たりですね。基礎能力もめちゃくちゃ高い。すでにね5本ホームラン打ってくれてます。チームのね手法として頑張ってもらいたいなという感じですね。続いて2位の才賀くんですね。粘り打ち持っておりました。基礎能力はね、まあ、ドラフト時の、期待値ぐらいの能力となってます。まだまだね高卒で、期待できる感じです。ドラフト3位の谷藤くんですね、こちらちょっとシーズン中に一発がついてしまったんですけれども、まあ、それ以外見てもねシュート回転と微妙な感じですね。特殊能力が何もなかったのがちょっと痛い。ドラフト4位のサルタくんですね、特殊能力は特に何もなく、基礎能力もね守備がそこそこいい選手という感じでちょっと苦しんでますね。ドラフト5位の吉崎くんですね、こちら潜在能力でミートとパワーがめちゃくちゃ上がりました。まあ、エラー持ってるんですけれども、ミートねまだまだこれから全然どんどん上がっていくっぽい潜在能力になってたんで、これはね結構当たりだと思います。
ドラフト6位の水沢くんですね。こちら軽い球一発持ってました。まあ、最初から3球種あって、変化量もそこそこあるので、いい選手なんですけれども、赤得がちょっときついかなという感じですね。ドラフト7位の住吉くんですね。球速155キロありました。めちゃくちゃ優秀ですね。変化球はちょっと弱いんで、まあ、鍛えていかなきゃ、打たれるかなという感じです。ドラフト8位の犬伏くんですね。球速150キロ超えていて、まあ、変化球もそこそこいい感じでした。特殊能力はね、ちょっとなんか、あんまり強いのはないんですけれども、悪くはない感じです。ドラフト9位の竹野くんですね。伸び F ということで、変化球もね、そんなに良くないんで、早く1球種追加で覚えてもらえないと厳しい感じですね。最後にドラフト10位の江本くん。こちら、潜在能力で守備がめちゃくちゃ上がってます。ショートやる分にはね、嬉しい選手ですね。E から B まで上がってますね。最近を出して獲得したギブソンでしたが、球速は150キロということで、赤得伸び G 一発と使い物にならない感じでしたね。まあ、ただスタミナはあるので、まあ、この年はね、ちょっとフル稼働させて、使い潰していきたいかなという感じです。さて2年目ですけれども、終了しまして、82ゲーム差の最下位という結果で終了しました。ただね、13勝を挙げておりますので、昨年よりはね、なんとか頑張ったかなという感じです。まあ、ピッチャーはね、先発は、ゴミというか、まあ、しょうがないんですけれども、まあ、中継ぎ、犬伏、抑えですけれども、7セーブを挙げておりますね。そして水沢も防御率2圏台でシーズンを終了しているということで、ルーキーね、中継ぎルーキーたちが頑張ってくれたかなという感じです。野手の方を見てみると、まあ、二見はね、打率1割台の6本ということで、ちょっと1年目は苦戦したかなと。吉崎が打率2割4分5厘を残していますね。高卒でこれだけ頑張ってくれたのは結構嬉しいかなという感じでした。最後に年間表彰式を確認していきたいかなと思います。タイトル取ってる選手はいるのか。まずはベストナインですね。うちのチームからは誰も選ばれていないと。お、ゴールデングラブ1塁吉崎、3塁二見が、獲得していますね。なんでだろう、ちょっと守備見てなかったんでどうなのか分かりませんが、個人タイトルを見てみると、新人王は獲得できませんでしたね。セーブが、平がすごい、平が。沢村賞を取ってます。さあ、というわけで2年目終了しました。まあね、これから、日本一目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。